はい、それでは幹事社のガイド新聞松本から質問させていただきます、はい。この防火防災ガイドブックですけれども、作成のきっかけは、胆振東部地震での、はい、海外観光客などのですね、はい、対応、まあ、一部混乱とあったということですけども、そういったことも考慮して今後なんかそういうことがないようにということで作られた。そうですね、外国人対応について、まあ、このガイドブックだけではありませんけれども、札幌市の市役所のホームページの多言語化ということにも今取り組んでございます。まあ、夏ぐらいまでにはこれを公開できるようにしたいということで今作業を進めてございます。その他に音声での読み上げ機能というようなことも追加をして、おりますけれども、基本的に昨年の、地震の対応の時の情報提供のあり方、多言語での情報提供のあり方ということを多角的に取り組んでいく、その一環として、まあ、今回は、少し冊子として、各ホテル等にお配りをしたいと、このように思っています。別件でお願いいたします。はい、今回も2期目、初の定例記者会見ということで秋元市長の取り組み全般についての、はい、質問をさせていただきたいと思います。まあ、今後4年間ですけれども札幌市は30年の五輪パラリンピック招致やですね、はい、新幹線の延伸を目前にした駅前の街づくり、また選挙で、争点の一つになります都心アクセス通りのアクセス道路の、はい、まあ、計画づくりなどが正念場というか迎えてくると思います。はい、まあ、いずれも、まあ、大規模な事業で、市民負担なども考慮しながらの計画づくりとなると思いますけれども、まあ、秋元市長としてはどのような、はい、まあ、姿勢方針でこのような大型案件に向かっていきたいと考えていらっしゃるでしょうか。はい、ですね、やはり財源というものをしっかり考えながら財政バランスというものも考えていくということをお話をさせていただいております。まあ、この他の事業もですね、いろいろな福祉関係も手をつけなければならないものもたくさんあります。そういう意味では、中期計画であるアクションプラン、本来であれば今年度いっぱいでありますけれども、1年前倒しをして新たな計画を策定をしたいというふうに思っています。それは年内にはですね、新たな中期計画、次の4年間を含めたですね、財源等を含めた中期計画を策定していくつもりでおります。まあ、その中で、この4年ということだけにとどまらずにですね、まあ、例えばその新幹線の関係ですとか、オリパラの問題、2030年に向けてさまざまな事業が動き出すことになりますので、まあ、この10年あるいはその15年ぐらいの事業の状況、それに必要な財源等がどういうことになるかということを少し、中期的に見据えた状態で、その上でこの4年間どういうものに取り組むかという整理をしていきたいというふうに思っています。ですから少し繰り返しになりますが、まあ、10年15年ほどに、まあ、札幌として今想定をしている事業がどのぐらいの、まあ、財源をですね、年次として必要になるかということを見据えた状況の中で次の中期計画を作っていきたいと、このように思っています。まあ、それで、まあ、将来のですね、将来的な負担が過度にならないようにそういったバランスを考えたときに、この4年間何に取り組めるかという整理をしていきたいと、このように思っています。そういった意味ではその2000年代前半のマッチ作りを大きく見据えて、はい、いろいろ考えていくような4年間になってくるという。そうですね、はい。どうですね、その市長も選挙戦の中で何回かお話になっていらっしゃいましたけれども、この次の4年間でですね、はい、おそらく札幌市が人口減少局面に入っていくだろうということであります。はい、札幌市はこれまでも少子化対策を実施しては来ていますけれども、全国最低レベルの出生率は続いています。はい、まあ、対策が具体的な成果をまだ結んでいない状態だと思いますけれども、
この点についてどんな取り組みをしていきたいと思っていらっしゃいますか。はい、いくつかこれまでも取り組んできた考え方として、一つはその若い世代の人たちの転出が超過になっておりますので、若い世代の人たちがこの札幌にとどまれる、北海道にとどまれるような雇用環境を作っていく、そのことで、若い人たちが結婚する、あるいは子育てをしていくという環境を作っていきたいというのがまず1点であります。でその上で、子育てしやすい環境、とりわけ子育て世代の経済的な負担でありますとか、子どもさんを預けて働きに出れる、そういう環境づくりというものをさらに進めていきたいというふうに思っています。各社さんお願いします。読売新聞の南です。はい、すいません、すでに一部報道では報じられておりますけれども、はい、豊平区で液状化被害が確認されたなど、はい、よく知られている清田区以外のところでもあるということです。ちょっと改めて札幌市として、はい、昨年9月の地震において液状化被害がどこでどの程度の生じたのかという、はい、ちょっとそこのを改めて教えていただきたいのが1点、はい、また里塚では一番の一体改良を進めていくという方針をもうすでに示されて進めていらっしゃいますけれども、はい、その他の地点で今札幌市として何か対応を考えていることがあるのか、はい、この2点について伺わせてください。はい、今回の地震で、宅地等に大きな被害があってところとして、里塚以外では、清田区の美しが丘地区、それから清田地区ですね、そして豊平区の月寒東、その他に厚別区においての大谷地等のですね、こういったところで、宅地等に被害がありまして、それらの地区、里塚地区以外のところも、3カ所ボーリング調査を実施をしております。その中で美ヶ丘地区でありますとか、清田区、清田地区ですね、それと月寒東においては液状化と思われるような現象が生じている状況であります。でボーリング調査の結果等については、逐次住民の皆様にお知らせを、町内会単位等でですね、お知らせをさせていただいているところでありますが、里塚地区のように、その周辺が、道路あるいは宅地が一体となって、液状化と流動化が起きている場所はその他にはございませんでした。したがって、道路は道路、あるいは宅地は宅地ということで、その再建を目指していくということが可能な地域と認識をしておりますので、里塚地区のように地区全体を一体で、工事を進めていくというところは、その他の地域にはないというふうに考えております。北海道新聞久保です。はい、今の質問に関連なんですが、美ヶ丘5の9の南美ヶ丘町内会は里塚霊園に連しておりまして、はい、里塚霊園の緩衝地帯、墓がない部分の緩衝地帯の地盤沈下の影響を、町内会では指摘しております。で自分たちが家を直そうと業者、民間業者に頼んでるんですけど、その業者から仕打ちをやらないと二度手間になるからやめとけと言われているという声を聞いております。で仕打ち、この里塚霊園の仕打ちに関して、はい、何らかのこう、地盤調査ですとか現段階で検討されていることがあれば教えていただきたいと思います。はい、
先ほど申しましたように、何地点かボーリング調査等を行っておりまして、地下水位が高いエリアですとか、美しが丘でも霊園のところ、それからこれ以外のところのですね、公園のところでも地下水位が高いというところが何点か出てきています。ですから、今具体的に それぞれの私有地の中でどういう手立てを取らなければいけないのか、取れるのかということについて具体化をまだしておりませんけれども、ボーリング調査の結果等を踏まえて地下水位への対応なども含めてですね、この後引き続き検討を進めていきたいというふうに思います。ありがとうございます。北海道新聞の五十嵐です。はい、よろしくお願いします。市教委による学校耐震のご診断問題で教えてください。子どもが過ごす13校で強度が足りないということが判明したことへの受け止めと対策というのをまず教えていただけますか。はい、子どもたちが日常的にですね、使われていく学校施設であります。それが適切な耐震診断が行われずにですね、耐震化計画と、それをもとに耐震化計画というものが行われて、結果として耐震性が劣る校舎が放置されていたといいますか、そのまま見逃されていたということになっております。そういう意味では非常に、最初のその取り組みも含めてでありますけれども、そういう状態が放置されていたということには誠に遺憾でありますし、児童生徒あるいはその保護者の皆さん、含めてですね、非常にご心配をおかけしたことを大変申し訳なく思っています。で、一日も早くこのことを解消していかなければいけませんので、直ちに所要の経費を補正予算として組み上げるように指示をしたところであります。もう一ついいでしょうか。市教委の担当者が金曜日に会見を開いて、その後記者クラブの求めに応じてですね、2時間後に再度記者会見をして、正式に謝罪したんですけれども、市長は就任挨拶などで、職員一人一人のコミュニケーション能力を高めてほしいとおっしゃってたと思うんですけれども、一連の対応というのをどのように見たでしょうか。そうですね、やはり最初の、認識といいますかね、簡易診断というものがある程度の正しさといいますか、そういうものを持ったという認識だったのかもしれませんけれども、結果としてそれは何か法的な根拠があるものでもありませんし、結果としていろんな構造によってそれが正しく出るものと出ないものがあったということなんだろうというふうに思いますけれども、詳細な検査が行われていなかったということについては、やはり素直に謝るべきだったんじゃないかなと、このように思っています。HBC の遠藤と申します。はい、待機児童について3点ほどお伺いしたいことがあります。まず1つ目が、毎年大幅に入所児童数を拡大していますが、潜在的待機児童というのは今年も微減にとどまっていまして、それに対するこの現状をどう分析されていますかという問いと、あと2つ目が保育士不足が浮き彫りとなっていますが、保育士確保に向けての対策が何かあれば教えていただきたいです。と3点目が、保育士がどれくらい足りていないかという、そういう実態を把握するような何かあれば進める予定を教えていただけたらなと思います。はい、待機児童の解消ということで、保育所整備を中心として保育定員の拡大をずっとこの数年図ってきました。そういう意味では毎年1000人以上のですね、定員を拡大をしてきたところで、国定義ではありますけれども、国定義での待機児童というのは昨年ようやくゼロになって、今年も継続をすることができましたけれども、一方で潜在的なといいますか、国定義以外での保育需要というのは減っていないという状況であります。そういう意味ではこの
今年とかあるいは去年の4月の状況を見ますと、一定程度その定員は増やしてきているけれども、まあ、定員割れといいますか、あそこにフルフルに子どもさんを預けられる状況にないということは、保育士の人材確保ということがですね、まあ、追いついていないという状況が出てきた、顕著になってきたのかなと、こういうふうに認識をしております。まあ、そういう意味ではこの保育士の確保、人材確保ということをより急いでやっていかなければいけないというふうに思っています。でいくつか要因といいますか、解決、まあ、一朝一夕で解決していく話ではないとは思っておりますけれども、まあ、一つは、給与面などの処遇の問題、まあ、これは、ここ数年国の公定価格の中に、例えばキャリアアップの部分を見込んだりしてですね、全国ベースに北海道の中でも非常にこう低い状態でしたけど、全国ベースの給与水準に、ほぼほぼ近くなってきた。ただ、他業種と比べるとまだ低い状況にもありますので、これは引き続き、さらに給与面、処遇面での改善ということは必要だろうというふうに思っています。でもう一つ、この保育士の人材を養成をしている養成校新卒の方はですね、大体札幌市内であると1200人ほどいるんですけれども、まあ、約半分が保育所、そして4分の1が幼稚園で、その他福祉関係、児童福祉施設等に行きまして、資格を、保育士の資格を使っている仕事に就いている人は9割方いらっしゃいます。ですから新卒の人材育成といいますか、供給はそこそこあるんですけれども、新卒から平均勤続年数が7年ちょっとという実態が出てまして、つまりおそらく、これは詳細もっと調べていかなければいけないんですけど、結婚とか出産を機にですね、保育の現場から離れた方々が元の職場に戻るということがなかなかないということだと思います。ですから就業の継続できる状況を作っていかないといけないのではないかというふうに思っています。その時に、まあ、いろいろアンケート調査をしますと、給与の面ももちろんあるんですが、勤務の日数あるいは勤務時間の長さというようなことをですね、危惧している、まあ、躊躇しているということが、声が大きいです。というのは、幼稚園と違いまして、保育所の場合は、土日預けられるところもあります。そういう意味では必ずしも土曜日曜が休みでない、あるいは夏休み冬休みありません。そういう意味での勤務日数が非常に長い職種であるということ、それと例えばその出産後にですね、復職をしようとしたときに短時間での仕事を希望される方は非常に多いんですけれども、受け入れ側、施設側の方はですね、フルタイムでの勤務を望むということでミスマッチが起きているということになっています。まあ、おそらく施設側としてはフルタイム行ってもらった方が引き継ぎとかそういう手続きとかですね、必要がありませんので、できるだけ長い時間勤めていただきたいということがあるんだろうと思いますが、ただ実態として短時間勤務でも受け入れていってもらわないと人材の確保というのはできないというふうに思いますので、そういう、勤務の在り方とかですね、そういったことも改善をしていかないと、保育士給与が高くなればそれで済むかということではないようでありますので、まあ、こういった事柄についても関係団体としっかり協議をしていきながら、まあ、いずれにしても人手の確保というのが非常にこう顕著になってきておりますので、そこに向けての解決をしていく手立てをしっかり取っていきたいと、急いでやっていきたいと、このように思っています。今週の今週
NHK の府です。今週の初めに、はい、あのヒグマがまた記憶とか北広島市で、割と被害地に、はいはい、出没が相次いでいまして、はい、この間も、はい、昨日も南区の方で相次いでいたということで、はい、あの札幌市では札幌ヒグマの基本計画とですね、子ども版のも今月に作りましたし、さまざまな啓発活動を進めているかと思います、はいはい、まあ、まずあのこの冬眠明けの時期というのがありますが、はい、このヒグマ出没に対しての受け止めと、はい、まあ、あと今後札幌市ではどういうふうにですね、はい、対応を取っていく必要があるか。あの基本的にあの、まあ、報道等で流されている映像などを見ますとですね、あの熊あの春先に出てくる熊は比較的若い好奇心の強い熊でありますけれども、一方であの人を避けてって言いますか、その人里にたまたま入り込んできてますけど、何かこう、被害を与えるというようなことよりは、人を見かけると逃げていくというような状況にありますので、まあ、ある意味ではその、なんでしょう、落ち着いた行動をやはり市民の皆さんに取っていただきたいというふうに思っています。具体的には例えばあのこれまでもいくつかあのお願いをしておりますけど、まあ餌になるような生ごみを屋外に放置をするようなことは避けていただきたいと思ってますし、早朝とか夜間のですね、その日が、まあ、日が照っていない時間帯の林あるいはその森林の近くでは十分注意していただくだとか、あの今は熊の方が人を見かけるとそれを避けているというふうに思いますので、まあ熊を刺激するような行動を取らないようなことをしていただき、まあ、そのことを市民の皆さんにですね、お願いをしていきたいというふうに思っております。あの、まあ、足跡があったとか、あるいは見かけたというような場合には、注意の看板等も立てかけておりますし、具体的な先ほど申しましたような市民の皆さんに行動を取っていただきたいものについては、あの今日ですかね、あの環境局の方から、YouTube 等ので見れる、まあ、動画をですね、熊への対応というような動画も公開をいたしますので、まあ、ぜひそういうものをご覧いただいて、あまり慌てずといいますか、行動を取っていただければというふうに思っています。北海道新聞の松本です。はい、ちょっとあの市政と話が離れるかもしれないですけれども、はい、あの平成がですね、あと数日で、はい、新しい令和の時代になりますけれども、まあ、令和に向けて市長として何かどんな時代になってほしいとかですね、そういった希望がありますでしょうか。はい、そうですね、あのやはり平成という時代、まあ、非常にこう自然災害が多かった時期だったかなというふうに思います。まあ、そういう意味であの令和という言葉に込められた思いというのは、まあ、穏やかでですね、安寧した世の中が続くようにということが期待をされているんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういう意味ではあの自然災害のやっぱり少ないそういう時期であってほしいなということは強く思いますね。あの、まあ、年号が言語が変わるということで、はい、札幌市としては、はい、その住民票とかですね、システム変更など、はいはい、今やられているところだと思うんですけれども、はい、そういったシステム変更に関してトラブルがないようにという意味で、うん、はい、そのトップとして一言お願いします。はい、ですね、あのことシステムをいじるときにややもするとトラブルというのは起きがちですので、これはの慎重に対応しておりますし、このちょうど連休というようなことがありますので、連休明けの例えば7日の日に住民票等の発行に支障がないように、まあ、連休休暇中ではありますけれども、最後の2日ほどはですね、その住民票等の対応をしているセクションの人間職員が出て、
連休後にですね、証明発行等に支障がないように、まあ、事前の準備をするということもいたしますので、まあ、しっかりとした対応を取ってほしいというふうに思っていますし、そのように指示をしております。あと、まあ、10連休ということでですね、はい、市長はどのように過ごされるんでしょうか。前半2日ほどはですね、仕事が入っておりますし、その後少し家族と、まあ、温泉とか食事などのも何日かしたいなというふうに思っています。まあ、それ以外はですね、いろいろなものの断捨離をしたいなと家の中の自分の TV の岡本と申します。はい、秋元秘書は先週の19日の金曜日ですね、はい、札幌西区 の鉄道建設所ですね、開所式に出席されたと思います。はい、札幌市内の、ま、トンネル工事がですね、ようやく、ま、これで本格化しまして、ま、気になるのが札幌駅のホームの工事なんですけれども、もし情報ありましたら、はい、工事の開始の時期とかですね、工事の進め方など、教えていただければと思います。具体的な工事の中身スケジュール等についてはまだ協議中であります。で、駅前の再開発、まあ、駅ホームだけではなくてですね、新しい駅含めた駅前の西1丁目西2丁目の再開発計画を今年中に具体的なスケジュールを作っていかなければいけない状況にあります。で、まあ、JR さん含めて地権者さんとですね、どういう形で進めていくのかということを協議を進めてですね、まあ、今年中にスケジュール等をはっきりさせていきたいと、このように思っております。現時点では中身をお話しできる状況にはございません。すみません、先ほどの保育士確保の件でもう一点、すみません、現状その保育士が今どのくらい足りていないかという実態把握は進められる予定でしょうか。いわゆる定員割れを起こしているところっていうのは把握をしてございます。で、その定員割れが、保育士不足、具体的に何人不足の状態ということで出ているものなのか、あるいは年度当初少し空けておいてということもありますので、詳細さらにヒアリングをしていきたいというふうに思っています。年度などは立っておりますか。いつどのくらいまでをめどに調査するなどですね、少なくとも何人足りないというのはなかなか出てこないかと思います。はい、他に質問がなければ。北海道新聞の鹿内と申します。はい、すいません、今のちょっと質問に関連して、その何人足りないかはなかなか出てこないというのはどうしてなんでしょうか。それはですね、聞けば出てくるような気が。現状で何人足りないとかっていうのはもちろん出てきますけど、今後の見込みとかなんとかっていうのは離職する人とかもなんかいらっしゃいますので、全体としてじゃあ100人集まれば来年大丈夫だというようなところまではなかなか難しいという意味で申し上げました。じゃあその現状で、はい、どれくらい足りてないのかっていうのを調査する、調査というかそれだけではありませんけれども、先ほど言いましたように人材の確保というようなことで言ったときに、例えば復職したい方の相談というのは随分あるんですけど、900件ほど昨年も相談はありましたけど、実際就職に結びついた人は1割ぐらい、90人ぐらい、100人弱であります。で、その時に先ほども申し上げましたけれども、短時間勤務であれば復職可能なんだけれども、受け入れ側の方がフルタイムを求めているというようなこともありますので、少し細かく見ていかなければいけないので、まあ、ある意味ではフルタイムでは2人だけど短時間であれば3人とかっていうことも出てきますので、単純に何人足りないという形でのことだけの整理はつかないかもしれないというふうに思います。
他にいただければありますか。特にない。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。